みんな、あ、ライブジョインありがとうございます。お、すごい。こんばんは皆さん、こんにちは。あ、ハロー、あ、皆さんハローだって。こんばんは。あ、キャッシーさんこんばんはだね。あ、 UK から、キブ、あ、読めないな、 KVH なんとかさん、はい先生だって。こんにちは、こんばんは。あ、メラニー、え、メラニムさん、ドイツ、何食べる先生。あ、今日はじゃん、たこ焼きです。たこ焼き、前さ、あのお好み焼きライブの時に、あの今度はたこ焼きを食べましょうって言ったでしょ。今日はね、ちょっとたこ焼きを作りますね。これ見て、これじゃん、これたこ焼き用のね、なんだろう、フライパンみたいなのかな、これわかるかな、これ。あ、誰これ、チャラリーナさん、今日は私の誕生日、あ、おめでとう誕生日。今日はこのたこ焼きのなんかフライパンみたいのでちょっと作りますね。よしよしよし、作りますよ。あ、インドネシア、あ、ビーガンにしてくれ。でもタコだからね、ねえ、ちょっとそれ難しいかも。デジタルタコパピーターなんとかな、ピーターさん、デジタルパコタコパ、カーラさん、すごい、すごいよね、このフライパン。なんかね、オーストラリアで10ドルぐらい、1000円ぐらいかな。うん、じゃあ今日もね、あの作りますよ。よし、始めましょう。じゃあまずこのたこ焼きのこの粉ですね、をもうこの中にも入れました。こんな感じ。そう、作れる、作れますよね。で、材料はね、もちろんほら、たこ焼きだからたこでしょ。あとは今日はね、その天かすがなかったから、ちょっとこれフライドオニオンにしましたね。あ、すごい、ペコペコだって、あゆさん。あとはこれ紅生姜、みんな紅生姜って知ってる？知らないかな。あのジンジャーです、ジンジャー、紅生姜。まあ今日はこんなもんですね、シンプルにいきましょう。 OK、 ちょっとこれやりやすいようにするんですけど、よし、じゃあまずはね、この粉の中にお水ちょっと入れていきますね。これちょっとずつ入れるのがいいんですって。ちょっとずつ、全部いっぺんにバーンって入れるんじゃなくてね、よくわかんないけど、そう、こうやって混ぜて混ぜて、これまず最初のたこ焼きのあの生地みたいなのを作っていきます。これでね、そう、このたこ焼きの粉とあのお水はね、さっき測りました。これ測るのがね、結構大事だからね。それが海外で購入ならカステラ用かも。スネオさん、違う、これね、実はダイソーで買ったの。ダイソー、あの日本の。すごくない？作り方全然、お、ジオさん、作り方知らなかったから興奮してるぜ。なんかね、僕今そのたこ焼きフラワーみたいなの買ったんだけど、これ普通のなんか、なんだろう、ウィートフラワーっていうの、あの白い粉でもできるみたいだよ。うん、ちょっと今日めんどくさいから使っちゃったけど。あ、皆さんこんにちは、ね、今ジョインした人ね、今日たこ焼き作ってるんです。たこ焼き、みんな好きかな、たこ焼き、みんな知ってるっていうか、たこ焼きって。お、ミミオさん、たこ焼きマジ大好きですミミオさんこんばんは
ミミオさん、この間もね、あの、お好み焼きの時にいっぱい、あのね、コメントしてくれましたね。あ、そう、チュネオさん、そう。ダイソーならそう、たこ焼き用なの。それがね、なんとね、1000円ぐらいで買えるんだよ。ダイソーすごくない？ね。ちょっとダイソーの人、ちょっとこれ僕コマーシャルしてるからね、ちょっとね。あれ？ちょっとなんかすごい、大丈夫かな？間違えたかな？あゆさん、先生どこに住んでますか？僕はオーストラリアのメルボルンに住んでいます。そう、結構僕のフォロワーの知らないんだよね。まあそりゃそうだよね。日本人だから日本に住んでると思うよね。あ、イスラエルから。お、あゆさん、たこ焼き大好き。みんな知ってる？たこ焼き。知ってるよね。まあ日本の料理好きだったら、たこ焼きは知ってるか。ね。海外でもタコ食べる国増えたけどどうでしょう。そうですね。こう、チュネオさんの質問ね。僕オーストラリアなんですけど、オーストラリアはまあみんな食べますよ。うん。はい。じゃあ次、卵入れます。割れないうまく、ちょっと。は、オッケー。よし。もう材料はね、もうシンプルですから。え、なにこれ？ハロー、ハワイユ。あ、ハロー、ハワイユか。カタカナだからちょっと難しいよ。そう、今ね、ジョインした人ね、今、たこ焼き作ってるんですよ。先生の場所は雪がありますか？僕ね、メルボルンだから、ね、あんまり降らないですね。全然降らないか。あ、イタリアからこんにちは。名前ちょっと分かんなかった。イタリアの人も見てるんだ。そうそう。僕実はあれですよ、皆さん。僕結婚してるでしょ？結婚ね。僕の奥さんイタリア人なんですよ。イタリア人。そう、僕イタリア人の人とね、結婚してるんです。漢字難しい。Oh, I'm going to Japan in 2023. Wait for me, Japan!素晴らしいね。あ、先生、インドネシアの食べ物を食べましたか？僕、ミゴレン大好き。ね、ミゴレン大好きよ。バングラデシュ。すごいね。オッケー。よし、結局間違いはなかったでしょう。どうだろう？まだわかんない。できてるかな？これちゃんと。なんか変な感じだけど。よし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 、もう倉庫行ってる間にもう やりますよ。みんな準備はいい？もう焼くよ。焼いていくからね。 OKOK、 じゃん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 。最近ちょっとコンロも買っちゃったよ。もうじゃあ行きますか。ね。ちょっとね、久しぶりに作るから失敗するかも。ちょっと。よいしょ。OK。まずは、ね、油。この油をね、ちゃんと、なんかいっぱい、ちゃんとするのがいいんだって、油は。焦げないように。なんか失敗しそうだな、ちょっと、たこ焼き。めっちゃ久しぶりだもん。なんかお好み焼きはさ、ほら、ちょっと簡単なんですよ、実は。あれ練習とかしなくてもいいんですけど、ちょっとたこ焼きはね、ちょっともしかしたら練習とかすればよかったかもしんないわ。もう遅いけど。もう遅いね、今更練習したいって言ってもね。やばいよこれ。私のたこ焼きの粉は海外に熱いの。ちょっとスペインに、いやちょっとごめん、熱くてちょっとコメント読めない。やばいな。まあいっか、もう作るよ。とりあえずいきますよ。熱いよちょっとこれ。
火は大きすぎると思う。アドバイスありがとう。じゃあちょっと弱くする？じゃあこんなもんかな。オッケーオッケー、みんなのアドバイスありがとう。よしよし、いくよ、入れるよ、いくよ。はい、これなんか結構溢れるぐらい入れた方がいいって書いてあったんで、ちょっと多めにね、ちょっと溢れるぐらい入れるよ。はい、こんな感じかね。はい、やばいね、なんかあんまここへ切って結構急いでる感じするからね。はい、まずタコ、あーやばい。大丈夫かな。はい、一個ずつね、ちゃんと入れますよ。はい、次にこの天かすみたいなね、フライドオニオン、ちょっとこれパパパパパッと、これは適当でいいよね、こんなんだよね。はい、こんなんで OK。 ちょっと火強いかな。よしよし、はい、これ紅生姜ね、紅生姜。あ、なぜ溢れるのが必要なの、ジオさん、いい質問ですね。これ後でこれ丸くするときにね、ちっちゃい、ま、溢れてた方がね、綺麗で大きい丸になるのよ。じゃん、これでいきましょう。最初なんかこう、これをなんかこうするといいって言ってたな、なんか YouTuber の人が。こうやって、そうで、この溢れてるのをこう中に入れていくんだって。こうやって今んところ大丈夫かな。これ火が分かんないよな、ちょっと。おっ、これちょっとずつ半分ぐらいでいくんだって。火強いね、こんなもんか。オッケーオッケー。こうやってこの余ってるのどんどん入れていくんだって。そうすると後で綺麗な丸になるんだって。いやー、これちょっとごめんね、ちょっと集中して全然コメント見れてないわ。ごめん、みんなコメントしてる？あっちい、これ。やばいね、ちょっとこれ。オッケー。これ半分ずつ、何？急にぐるってするんじゃなくて、ちょっとずつしていくのがいいんだってさ。熱いな、これ。熱いね。ちょっと。火弱くしようかな。よし。映ってる、ちゃんとこれ。ね。よし。ちょっとずつ丸くしていくよ、こっから。ね。丸くなれって、こう、思いながらね。よし、オッケーオッケー。ごめんね、ちょっと全然コメント見てないんだけど大丈夫？どうなってる？やけどには気をつけてください。誰？優しいコメント、あ、みみょさんね。やばいね、みんなごめんね、心配かけてね。え、どう？これっていうか、もういい感じじゃない？これ。え？え、もしかして、うまいかな？え、どう？どうってみんなもしかしてコメントしてるかな？コメントしてるけど僕が見てないだけ？
ケー、いいんじゃない。よし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 、そうそう、さっきこれジオさん、コメントしたじゃん、これ周り、この周りのを入れてこれ丸くしていくの、これこうやってちょっと火ちょっと予約していこうか。ちょっとこっからね、焦げるのだけは嫌だよね。こんな感じで、いい感じじゃない？ちょっとアングル変えようか。ちょっと顔近いね。ごめんごめん。ほら、どう？あ、誰かうまそうってコメントしてる。どう？これ。こんな感じじゃない？みんなの知ってるたこ焼きって。ほら、お、あゆビンって言ってた、いいね、いいよねこれね、いい感じじゃないかな、これいいじゃんいいじゃん。ちょ戻すよカメラね。はっ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 は、いい感じじゃん。え、これ大成功じゃない、どう？そうそう。え、それは何って、今来た人、今日これたこ焼きパーティーですよ。パーティーって、まあ、僕一人だけど。一人だからパーティーかどうかわかんないけどね。どう？丸くない？もうこれでいいよね。できたね。オッケーオッケー。火切るよ。ガスまでして。よしよしよし。でこのかっこいいお皿ね、これもダイソーです。オッケーオッケー。こうやってちょっと待って、オッケー、よし、あっち。めっちゃ熱い、やけどしたよこれ絶対。最悪、もうめっちゃ熱いよ。皆さんもね、たこ焼き作るときはね、やけどだけね、気をつけてね。よし、オッケー、めっちゃいいじゃん。え、良さそうだよ。よし、暑いからちょっと待ってね。こんな感じですね。これこんな感じ。よし、これにまずはね、ソースかけますよね。ソースこう適当にビャーってかけて、よし。で、次はマヨネーズです。はっ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 は。よし。ね。美味しそうでしょ、これ。で、最後に、この鰹節ね。こんな感じです。じゃーん、できました。できたよこれ。よし、じゃあ食べようか早速ね。ね、はい、じゃあいただきます。はい、いただきます。あ、みゆさん、かつお節マジ大好き。え、ジオさん、かつお節忘れてないよ、ほらかつお節かけてるじゃん、どう見ても。食べますよ。これもね、ポイントはね、この熱いのを
食べるとこ一口で。うん、めっちゃ美味しい。熱いね。でも美味しいわ。うん、一個ください。ミミオさん、もうしょうがないな。はい、じゃあこう食べたつもりになってくださいね。はい、どうぞ。はい、はい。あ、青のりは、あ、忘れちゃった青のり。もぐもぐ。今どうしてオーストラリアに住んでますかってメッセージ来た。僕日本語を教えるために来たんですよ。そうそうそう、本当に食べたくなります。美味しいよたこ焼き。結構簡単だったね、こうくるくるね。美味しいわ。熱いね。うん、美味しいわ。これやっぱり自分で作ってこの出来たて最高だね。あ、さくらさん、味はどうですか。最高、めっちゃ美味しい。そう、今はもうね、あ、そうそうそう。お、じゅんぐさん、食べたい。はい、じゃあこう食べるね、フリというか食べたつもりになってください。はい、どうぞ。ほら、これ熱いよ、これ湯気出てるから。うん、あ、誰かが可愛いクリスマスやつ、ノーワーさん。そう、これサンタさんのシャツなんだよ、これ見えるかな、サンタさん。うん、美味しいよこれ本当に。あ、今ジョインした人、今たこ焼き食べてるよこれ、自分で作って。あ、自分の知識を伝えるために引っ越したね。そう、そうそう。あと海外にちょっと住みたかったんですよね。僕英語も好きだったし。美味しいわ。うん、みんなの国でたこ焼き食べますか。じゃあタコ食べるかな。かっこいいっすねってあ、シャツがね。うん、先生、さっき先生のリールをシェアしました。いいよ。お、イタリアからチャオ。チャオ。イタリア人の人多いよね。僕のフォロワーね。僕もイタリア好きだからね。美味しいですか？めっちゃ美味しいよ、これ。あ、はい、食べる。え、みんなの国タコ食べる？食べるのかな？めっちゃ美味しいよね、たこ焼きね。え、韓国今たこ焼き流行ってるんです。あ、ごめん、アラビア語わかりません、ごめんね。あ、そうなんだ、たこ焼き流行ってるんだ。お腹が良くないんですよ本当に、食べ過ぎたら。あ、みんな、あとねちょっと聞いて。僕ね、このインスタグラムのこの新しいファンクションでね、バッジファンクションがプレゼントください。インドネシア語わかりますか。わかんないです、わかんないです、わかんないです。美味しいね。あ、今ジョインした人さね、たこ焼き今作ってるんですけど、もう一回作りますから、新しく来た人のためにね。
ね。すごいみんなウェーブ、ごめん。全然ウェーブしてなかったわ。ん？あなたの腹時計。いただきますは英語で何ですか？英語でないですよね。英語でないんじゃないかな。なんかイタリア語のボナペティートみたいなもんだもんね。よし、じゃあもう一回作りましょうか。ニュージョインした人ね、今ジョインした人ね、今からたこ焼き作りますか。たこ焼き、よし、じゃあいきますよ。まあ詳しい作り方はね、もう最初にやったからもう一回しないですけどね、こうやって油をこうやってして、やっぱ僕の猫がいるわ、猫危ないよ猫。そうそうそう、たこ焼きよかった。ちょっと今日最初のね成功して OK、 次もちょっとあの失敗しないようにちょっと気をつけないと。こんな感じかな。みんなやけどだけ気をつけてね、やけど。やけどはちょっと危ないわ、本当に。よし。よし、じゃあ焼きますよ。ね、2個目ね。はい。そう、これさっきも言ったけど、ちょっと溢れるぐらいに入れた方がいいんだよ。ね。そうすると、後で丸くなるんだ。はい、じゃあ次、タコ。タコ入れまーす。はーい。はーい、タコ入れますよ。これ早くやんなきゃいけないんだよね、多分ね、本当はね。よし。で、次、この、天かすみたいな。ね。なんだっけこれ。フライドオニオンか。天かすが売ってなかったんですよ。まあ何でもいいですよ。ね、美味しかったらね。はい。次これ赤い紅生姜を入れます。よし。じゃあ、あとはこれをね、くるくるしていきましょうか。最初にここをね、火強いね。最初ここを、こうやって分けるのが大事なんだってさ。さっきもちょっと言ったんだけど。で、この外側のを、こう中に入れていくんだって、こうやって。ほ、こんな感じか。ね。よし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 。そうそう、こう入れていくんだ、こうやって。見えてるかな、みんな見えてる？そう、今ジョインした人ね、これ今たこ焼き作ってるよ、たこ焼き。よいしょ、よいしょ、こんな感じで、ね、これを中にどん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 入れていきます。こんな感じかな。そうそうそう、でさっきちょっと成功したからね、今回はうまくいくかな。今回もうまくいってほしいけど、こうやってね中にどんどん入れて、わあ、これちょっと失敗したかな、ここオッケーオッケー、なんとか大丈夫かな。よしよしよし、ね、こうやってあとどんどんコロコロ転がして丸くしていきますから。よし、こんな感じこんな感じ。
お、いいじゃん、2回目も。そう、さっきはね、まあまあ成功したんですよ。今回もちょっと、ちゃんと成功するように、ちょっと集中して。ね、こんな感じ。さっき誰だろうね、あの、バッジくれた人。ちょっと、この、たこ焼き作るのに、集中しすぎて見れなかった。誰？そう、恥ずかしくなかったらさ、ね、さっきバッジ、あの、くれた人、教えてくださいよ。誰？誰かな？私ですよって。そう、言ってくれたらちょっと嬉しいですよ。まあ、後でわかるんですけどね、見たら。お、ほら見て。もう丸くなってきたよ。ほらほらほら。ちょっとずつ丸くなってきた。よしよし、いい感じじゃん。火弱くしようかな。どう？これ。いい感じかな。うわ、熱い。熱くてちょっと。あ、誰だ？え、え、誰かバッチくれてるよね。やばい、ちょっとわかんないな。あ、ちょっと、できたらまた教えて。そう、今ね、あの、僕、インスタグラムの新しいファンクションでね、バッジっていうプレゼントをね、もらってるのよ。まあ、1ドルとか、そう、2ドルとか。そう、それをくれてる人がいるんだけど、誰かわかんないな。そう、くれたらね、このアイコンがさ、あの、ハートじゃなくて出るんだよね、人の顔がね。え、誰だろう、後でちょっと、食べるときに教えて。そう、やっぱりクリエイターはね、そう、まあ、僕、まあ、クリエイターっていうか、こういうインスタグラムとかはさ、まあ、フォロワーの人のサポート、そのサポート、めっちゃ嬉しいんですよ。うん。だからそうやってさ、1ドルとかでもバッチくれたらさ、めっちゃ嬉しいんです。うん、本当に。だからありがとね。そういうサポートしてくれてる人は。こう、ライブとかさ、見てくれる人って本当に、優しいよね。そうそう。お、いい感じかな。見て、ちょっと、また変えようか、アングル。ちょっと待ってね。ほら、どう？いい感じじゃない？これ丸くなって。ほら。丸いでしょ？ほら。いい感じですね。美味しそう。さあ、これさ、9個、ね、9個しか作れないけど、なんかちょうどいいわ。もう50個とか作っても食べられないもんだって、一人で。よし。オッケー、オッケー、オッケー。さっきと同じお皿だけど、ちょっとこれに入れていきましょうか。オッケー。オッケー、オッケー。美味しそう。ちょっともう作り方もうマスターしました、僕ちょっと完全に。美味しそうじゃない？これ。あと今度はこれにどんどん自分のなんかオリジナリティね、いいかもね、チーズ入れたりとかさ。よし、ちょっと待って、ちょっと危ないからちょっとこっち抜いて、よし、これね、ここにソース、はい、でマヨネーズね、これがポイントだからね。よし。で、最後にこれ、鰹節です。オッケー。ね、今、ジョインした人ね、これ僕が作ったんですよ。この鰹、あの、鰹節じゃないや、あの、これたこ焼き。よし。もっと近い方がいいかな。よし。こんな感じでーす。わさびとかも合いますよ。え、みみさん、本当に？
だからミリオさんこれ2回見てるんだ僕のたこ焼き。優しいね本当にね。あ、今ウェーブしてる人いるね。そう、今これ僕作りました。え、ごめん、ちょっと今もうスクリーンこれ見れるんだけどさ、Look so good。 あ、そう、いいよ。これさっきさ、バッジくれた人誰ですか？一人いるよね。誰だろう、バッジくれた人。私ですってちょっと言ってくださいよ。誰かな。え、恥ずかしいかな。あ、いただきます。嬉しいんだから、そういうバッジもらったら。あ、シリアルさん。お、サトシじゃん。僕の高校の友達のサトシくん、ライブ見てるんだ。サトシちょっとバッチください。バッチちょうだい。ください、ちょっと。僕の高校の友達。あ、モンテッソーリさんね。私ですって。ありがとうございます。これを、ちょっと待って、ピンでしようか。ちょっと待ってね。これを、あ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。これを、はい、そう。バッチくれたらこんな感じでね、僕ピンしますから。最後に何を振りかけましたか？これ、かつお節です。ね、かつお節。1万個のたこ焼きを食べてください。やばいよ、1万個は。もうサトシちょっとよくわかんないよこれ、そういう冗談。みんな今ジョインした人はね、僕たこ焼き作ったんですよ。これ美味しいよ。お、ミナーロさん、こんにちはだって。こんにちは。あ、今週、日本語の先生のクリスマスパーティーで、初めてたこ焼きを食べました。美味しかったです。美味しいよね、たこ焼きね。この食べ物の名前は、何ですか？あ、サトシ、バッチ。ありがとう。わかってるね、サトシね。ちょっと待って、これどうやって。ありがとうね、三つも。素晴らしい。やっぱ友達は大事ですね。友達ってね。で、先週お好み焼きでしょ？で、今日はたこ焼き食べて、来週はクリスマスだから、ケンタッキー食べましょう。日本のクリスマスっぽく。ね。僕のビデオ見たよね、最近のね。この。日本人はケンタッキーを食べるっていうビデオね。見たかな、みんな。あ、僕のフォローしてる。プージャックハニーさんね。そう。日本人はクリスマスにね、たこ焼き、あ、たこ焼きじゃない。ケンタッキーを食べるんですよ。ん？こんばんは、先生。うん、こんばんは。で、来週はさ、皆さんも、KFC 買ってください。お、ミミオさん。はい。素晴らしい。で、一緒に、こう、食べながら、こう、自分、なんか、クリスマスの話しましょうよ。あ、フィリピンから。そうそうそう。で、いろんな人のさ、クリスマス聞きたいしね。まあ、先週ちょっと聞いたけど、韓国の人とか、インドネシアの人。お、ミナロさん。はい。みんな来週じゃあちょっとケンタッキーの準備してね。日本にいる人は電話とかさ、インターネットでオンラインで予約しないと、ケンタッキー。
あれまた誰かくれたのかな。え、めっちゃハート来てる、嬉しいわ。そうそうそう、なぜあなたは文字の L を発音しないんですか。え、どういうこと。発音してるよ L。 あ、こんばんは、たこ焼き先生お、今ね、大丈夫だよ、まだ遅くないよ。インドネシア、インドネシアの人ね、クリスマスにミゴレン食べるって言ってましたよね。美味しいよね、ミゴレン。でもね、あとはだ誰かな、どういう人が多いのかな今日は。ん、お、ケンゼットさん、遅いよケンゼットさん、もう作っちゃったよ僕の最初。あ、あ、またバッチくれた人いるわ。あっこしさん、みおさん、ありがとう。たこ焼きはもう終わったか。もう作るのは終わったけど、まだ食べてます。いや、嬉しいよ、本当にバッチもらうとね。頑張ってライブするよ、これから。で、毎週するからね。で、来週は、KFC ね。KFC。あとはね、その、ニューイヤー、お正月は、なんかその、お餅とか食べようと思うんだけど。お餅、みんなお餅好き？好きかな、お餅。知ってるかな、お餅。みんなお餅知ってる？お餅、あの白くて、こういう 白くて、まあ、四角かったり丸いやつ知ってるかな。タコ先生タコ先生じゃないよ。明日たこ焼き食べよう。ミリオさん面白いね。あ、イランでクリスマスがありません。あ、そうだよね。クリスチャンじゃないもんね。そうそうそう。まあ、でも日本もクリスチャンじゃないけどね。まあ、それを言うと。あ、私は沖縄住んでます。いや、沖縄行ってみたいんだよね。行ったことないから。綺麗かな、沖縄。あ、切り餅好き。え、ミミオさん日本人かな、本当は。韓国人って言ってるけど。そう。じゃあ、お餅焼こっか。ね、この、今のこのさ、コンロと、なんか網でさ、お餅焼いて。あ、食べたことがありません、ミナローさん。先生は今日何を歌いますか今日は歌わないかな。うん。あ、高いんだ。もう何個食べてるんですか。え、10個ぐらい、15個ぐらいかな、今な。日本のクリスマスというか、うん。なんか面白いクリスマス料理とかあったらいいけどね。ミミオさん違う。お餅大好き。いいね。じゃあ来週はまあクリスマスだから絶対 KFC 食べて、でその後に何だっけ、あれ、お餅食べようかね。お餅もね、いろんな食べ方あるけど。あ、こんばんは先生って、セレマーセルさん、こんばんは、私はソエマです、インドネシア。やっぱインドネシアの人多いね、僕のフォロワーね。韓国はクリスマス休みです。韓国ってクリスチャンの人多いですもんね。すごいよね。インドネシアからよろしく。そう、今僕オーストラリアに住んでるからさ、ね、メルボルンね。だからもちろんクリスマス休みなんですけど、やっぱ信じられないね。クリスマス働くの。でも今年日曜だよね、クリスマスね。よかったね、それね、ほんとね。
うん。私も食べたいなって。はい、どうぞ、じゃあラスト1個。うん。ね。なんでクリスマスに KFC を食べるの？そう。これみんな聞くんだけど、なんかさ、これケンタッキーのなんかマーケティングですよ、マーケティング。そう。日本はそう、そのクリスマスに、なんか、その特別に食べるものなかったんですよ。ずっとね。だから KFC が、そのアメリカ人みたいに、アメリカ人の人はターキーとか食べるでしょ、クリスマスに。だから、真似して日本人は KFC を食べましょうって。そういうマーケティングでスタートしたの。そうそう。で、それからだね。今やばいよ、だって。多分クリスマスの日にさ、買えないよね。あのお店でね。なんか予約しないと。変だよね。KFC。でも楽しみだな、来週食べるの。日本就職流行ってるから日本語を勉強する人が増える。あ、そうなんだ。ごちそうさまでした。美味しかったわ、たこ焼き。これ何？ I'm trying to speak。 え、どういうことだろう。そう、ね、今日はたこ焼きをね、2回作りました。2回とも見た人すごいね。ありがとうね、みんなね。ありがとうね、今日ね。すごい助かりましたよ、皆さんのサポート。そうそうそう、そういうことか。そうなんですよ。まあいろんな国いろんな文化とか考え方ありますからね。お、Does Japanese go to Jinja in New Year? 行くかな。行きますね。行きます行きます。行ってなんかこうトントンとこで今年もお願いしますっていうふうに言うかな。あ、ドクターウェムズリーさん、バッチ3つありがとう、ありがとうございます。雪の花さん、こんばんは。こんばんは。そう、最近ね、僕このインスタグラムのバッチ機能でさ、そうそう、ありがとうね、みんなバッチ買ってくれて、ね、嬉しいわ。なんか、うん、ありがとうありがとう。これからもちょっとライブ頑張りますよ。だからライブはね、結構僕料理を作ってご飯食べようと思うんですけど、どう？マジで明日たこ焼き食べます。食べてくださいよ、食べたかったら。そう。だから、その、あ、カナダの人だ。ね。こんにちは。だから、料理いっぱい作るから、なんかみんなもちょっと作ってほしいさ、料理とかあったらさ、言ってくださいよ。なんかリクエストありますか、今。こういう日本料理ちょっと作ってくださいとか。何かないかな。まあお餅とか簡単だからさ、まあ焼くだけだからみんなできると思うけど、なんかあるリクエスト。今ジョインした人ね、僕ライブで日本料理とかちょっと作るから、リクエストだったらね、ちょっと言ってほしいけど。ないかな、みんなリクエスト特にないかな。ない、あんまないんだね。今度ストーリーでちょっと聞いてみようかな、アンケートで。オムライスとかいいかもね。このさ、こうふわふわにして、こう、あ、唐揚げね。ライブで唐揚げか。まあ、いいかもね、唐揚げ。じゃあ唐揚げか、今のところ。好きな小説家を教えてください。僕読まないんだよね、小説とか。あんまりごめんね、わかんないよあんまり。 OK、 じゃあまたストーリーで聞きますから、何食べたいか。今のところみみおさんの唐揚げ OK、 いいよ、ありがとうありがとう。作ります。あ、うどんお願いします。ハニーバンさん、うどんか。オッケーオッケー。ライブにもおしゃべりをジョイント。そうだね。ちょっと今日は僕ちょっとたこ焼き作ってたからさ、できなかったから。
ごめんね、ちょっとゆっくり話してください。 OK、 わかりました、気をつけます。 OK、 じゃあまたちょっとさ、あのストーリーとか、あのね、うどんね、わかりましたよ。あ、ポテトサラダね、 OKOK、 今みんないっぱいアイデア出てきた。 OK、 わかりました。今ジョインした人ごめんね、ちょっと今日はたこ焼きを作って食べましたね。また今度みんなのリクエストの料理作ったり、お話ししたりしましょう。 OK、 じゃあ皆さんまたね。じゃあ次は来週 KFC ね、食べましょう。じゃあねー、バイバイ。